決断の3時10分は1957年のアメリカ合衆国の西部劇映画。監督はデルマー・デービス、出演はグレンフォードとバン・ヘフリンなど。原作はエルマーレナードが1953年3月に発表した短編小説3時10分発まいき。2007年に3時10分決断の時としてリメイクされている。なお、 現代はリメイクも同じ3時10分つゆま。アリゾナ高原で今日もウェイド一味は家畜の軍を使ってバターフィールドの乗った駅馬車を襲う。そんな彼らを目撃しても貧乏牧場主の段は見て見ぬふりを決め込む。ウェイド一味はビズビーの酒場にやってきて自分たちの蘇生を隠し駅馬車が襲われて死人が出たと告げ。 保安官ら町の住民は悪党を捕まえに町を出る。その隙に、ウェード一味はバラバラになって、メキシコ国境を越えて、逃げようとするが、ウェードは、酒場の女を口説くため酒場に残る。牧場主のンは酒場に入り、ウェードに向かって、ウェード一味に、家畜の牛を蹴散らされて、集めるのに苦労したと言って、注意を引き、2ドル、4ドル、6ドルと金をせびる。 8ドルまで来た時に、保安官たちがウェードを逮捕する。実際ダンは金に困っており、襲われたが、命は助かったバターフィールドがウェードを護送する者に、支払うといった200ドルのために、その役割を買って出る。牢獄のあるユマには、コンテンションシティから3時10分の列車が出ている。コンテンションシティまでウェードを護送するには、彼の子分たちの目を逃れなければならない。 ウェードを駅馬車に乗せて、ダンの家の前まで来た時に、駅馬車が溝にはまった演技をして、その隙に、ウェードをダンの家に隠す。ウェード一味はまんまと騙されて、駅馬車を追う。ダンの家での夕食の後、ウェードを護送して、コンテンションシティに向かう。ダンはウェードをホテルに、監禁、3時10分発の湯間行の汽車を待つが、発車までまだ2時間もある。そこに、 ウェードの古文プリンスが仲間を集めて、ダンの前に現れる。さらにウェードは、ダンが金を欲しているとわかると、逃がしてくれたら1万ドルやるよという。ダンは、心が揺らぐ。街の者はウェードに恨みを抱いているが、自分たちの生活もあるため直接の利害関係のない、ウェードの護送に協力的ではない。ウェードを殺そうとやってきた街の男も、ウェードを殺すことをダンに、 阻止されると協力せずに去ってしまう。バターフィールドが金で雇った者たちも、一味は三人と聞いていたのに七人もいるんじゃ命が惜しいと言って去る。ウェードの七人の手下とダン一人の戦いの構図となるが、ここにダンの妻アリスが駆けつけ、ウェードはその姿に心を打たれる。三時十分発の列車が遅れずに街にやってくる。ダンは、 ショットガン一つで、ウェードを護送しその列車に乗せなくてはならない。手下との行き詰まる攻防の末、列車のそばまで来るが、列車は動き出す。蒸気に包まれる七人の手下、ウェードとダン、動く列車。貨物車の扉が開いていて、ウェードはダンに、俺を信じて飛び乗れと言う。そのまま逃げることもできたろうに、ウェードは列車に飛び乗り、ダンも飛び乗る。追いかけてきた。 ウェイドの腹心のプリンスはダンに撃たれる。ダンはウェイドになぜこんなことをしたのかと尋ね、ウェイドはホテルで命を助けられたしマなら、脱獄したことがあるからなと嘘吹く。折しも、西部の者が待望している雨が降り始め、雨の中でダンの妻は馬に乗って、列車を見送る。 カッコ内は日本語を吹き替え撮影期間は1956年11月28日から1957年1月17日である。ロッテントマトズによれば28件の評論の内高評価は96%に当たる27件で平均点は10点満点中7.6点となっている。ありがとうございます。